大韓航空機爆破事件のキムヒョンヒの日本人教師として、誘拐された田口八重子さん、お勤め先がすぐそこのお店だったんですね。そういうわけでまさにこの近辺から田口八重子さんは失踪しております。豊島区にとっても全く無関係の事件ではありません。それをですね、過去の土井貴子という政治家は拉致などないと言い放っておりました。さらには北朝鮮がそんなことをするはずがないという論文を書いて提出もしておりました。それに多くのマスコミ、テレビ、新聞が乗っかり、共産党、当時の社民党なども一致団結して拉致などないということにしておったわけであります。後に動かしがたい証拠が出てきたときに、土井貴子は何と言って言い訳をしたかというと、だって北朝鮮政府はそんなことやってないって言ってたんだしと言い訳したのであります。そりゃそうですよ、犯人がやりましたとは言いませんよね。土井貴子その他野党の議員、テレビ新聞関係者、どうしてそんなことができたのか。無差別な日本人誘拐であったならば、いつの日か自分や自分の家族が誘拐される恐れがあるかもしれないじゃないですか。なぜ北朝鮮がやってないということでかばえたのかと申しますと、自分やその家族は決して誘拐されないということを知っていたからであります。むしろ誘拐を手伝っていた節さえある当時の野党とテレビ新聞、土井貴子はもうとっくの昔にあの世に逃げましたけれども、とてもとても天国に行けたとは思えません。私には今北朝鮮が一番望むものは何か、それはこの千人ジャグも日本人を誘拐したという事実を日本人が忘れ、事件が風化することなのであります。そうはいかないですよね、皆さんね。それを察するためにも、こうした署名活動その他もろもろどんどんやり続ける必要があります。皆様今後ともご協力よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。では撤収お願いします。